こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日はですね、エアプランツと言われてます、チランディアですね、それの種類をいろいろ紹介していこうかなと思います。僕が今手に持っているのが、チランディアのイオランタという品種なんですけども、一番これが多分、人気があるというか、定番な品種なのかなと思います。これ一番定番のガテマラさんのイオランタなんですけども、中にこのようにですね、花が、これルブラっていう品種なんですが、こういった花が咲いてきて、で基本的に花が咲くことを自分で自覚すると赤く色づくというのが最大の特徴ですね。で、すごくこのイオランタだけでも品種がありまして、コレクターの方は同じイオランタでも、なんとかなんとかですね、いろいろ集めたりはするんですが、見かけですぐ形が明らかに違うとかだったらすぐ分かってくるかと思うんですけど、僕が今こう手に持ってるのは実はフィリといって縞模様が入るものなんですね。イオランタのバリエガータという品種なんですけども、こういった珍しいものもあったりします。あとはちょっとこういうですね、ちょっとこの変わった品種でファットボーイっていう、普通よりずんぐりしてるものですけど、これもイオランタなんですね。でもこのようにですね、チランジアっていうと相当な種類があって、産地が違うだけでもういろいろと形が変わってきたりとかするので、そういったことに注目してどんどん集めていっていただくのも面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。